株式会社バーナロッサムは東京都千代田区に本社を置く芸能プロダクションである。旧社名は株式会社アクス。芸能プロダクションの経営ほか、音楽、映像ソフトの企画、制作、製造、販売、音楽出版、映画の企画、制作、アイドルグッズの販売なども手掛けている。AKB48 グループに含まれる 日本国外の旧グループの運営を行う。旧社名の株式会社アクスは、AKB48 の主要創設者である、秋元康久保田康柴芝光太郎の頭文字を由来とする。AKB48 メンバーは、当初、劇場所属というスタンスを取っており、マネジメント業務は株式会社オフィス48に委託していた。しかし、今後見込まれる。 さらなる人数の増加や、それに伴うメンバー個々のマネジメントへの負担、劇場公演楽曲のリリース希望の声などの問題を解消すべく、新たに AKB48 の運営管理を一括で行える会社が必要不可欠となり、アクスは設立された。AKB48、HKT48、NGT48 のオーディションに合格した際、最初に所属する、 マネジメント会社であった。その後、大手芸能プロダクション等へ、所属事務所を移籍するケースもあった。コンセプトは、平凡な少女が夢を追いながら、AKB48 として活動し、事務所が決まり、スターになっていくというプロセスを歩むという芸能界の、最も夢のある部分を見せるとのこと。s k 4 8メンバーらの株式会社、 ピタゴラスプロモーションからアクスへの転籍については、AKB48 と運営管理会社を同じくすることによって、知名度と認知度のさらなる飛躍を目指すことが目的で、あると発表された。2018年11月には、株式会社キーホルダーが、SKE48 事業の承継に向けた、基本合意書をアクスと締結することを発表し、同年12月27日に、 事業譲渡契約締結を行い、株式会社キーホルダーが設立した、子会社の株式会社 SKE が2019年3月1日に、事業を承継し再びアクスを離れた。著作権表示は、ピタゴラスプロモーション時代は SKE 時代はとなっている。NMB48 の運営については、一時期、アクスが行っていたが、2019年6月1日付で、 元の運営会社である巨楽吉本、ホールディングス株式会社に戻った。NMB48 の管理業務は株式会社小タイトルが行っている。その経緯からメンバーの潜在写真が映る場合、アクス所属グループは著作権表示がであるのに対し、NMB48 は運営会社の名称ではなくグループ名のとなっている。STU48 に関してもアクスではなく、 新設された株式会社ストが運営管理しており、著作権表示はとなっている。AKB48 オフィシャルカフェショップスは、フィールズ株式会社と共同で運営していたが、2019年末をもって営業店舗がなくなった。2020年4月1日、社名を株式会社アクスから株式会社バーナロッサムに変更し、日本国内の3グループの運営から撤退した。 2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、AKB48 カフェショップナンバー2012年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、運営管理運営管理グループ間、兼任メンバーについては、本席グループのメンバーとして扱う。 AKB48 チーム A、8人チーム K、11人チーム B、12人、チーム4時12分人、チーム8時46分人研究生、1人、ドラフト研究生、7人、HKT48 チーム H、11人、チームキブ、12人、チームチー、16人研究生、14人、n g t 4 8一期生、14人研究生、20人、 アイズ、ワングループとしては、オフザレコードエンターテインメントに所属。現役メンバーは2020年4月1日時点での、所属グループ、元メンバーは、最終所属グループで整理した。劇場所属から正式に、芸能事務所としてのアクス所属へと移行する際に、他の芸能事務所へ移籍したものは除く。AKB48 現役メンバー該当者一覧、その他の移籍。 AKB48 元世紀、メンバーチーム A チーム K チーム B チーム4チーム8、大人 AKB48、昇格メンバー AKB48 元研究生4期生5期生6期生7期生8期生9期生10期生11期生12期生13期生、ドラフト2期生16期生、ドラフト3期生、元バイト AKB バイト AKB バイト AKB。 パルル選抜 SDN482012 年3月31日に SDN48 全メンバーが卒業したことに伴いアクスに所属していたメンバーは全員退所した。その他の遺跡1期生2期生3期生 SKE48 印を付したメンバーはかつてピタゴラスプロモーションに所属していた。現役メンバー元正規メンバーその他の遺跡元研究生 SKE へ 遺跡所属は遺跡当時のもの。NMB48、元メンバー HKT48 現役メンバー、元正規メンバー元研究生、NGT48 現役メンバー、元正規メンバー元研究生 JKT48、元メンバー AKB48 チーム TP、元メンバー a c は、レコードレーベルとしても機能しており、AKB48 が、 メジャーデビュー前にシングルを2作発売したほか、原則として NMB48SU48 を除く日本国内各グループのコンサートなどの映像作品や劇場公演のアルバムなどを発売している。日本レコード協会の正会員ではないため、インディーズレーベル扱いとなっているが、2012年まで株式会社ソニーミュージックディストリビューション、 同年から ABEX エンタテインメント株式会社に販売委託している。錦色通りレコーズは松村香織がソロデビューシングル松村部をリリースしたレーベル。松村のソロデビュー時に謎のインディーズレーベルとして紹介された社内レーベルである。は継続中。他、ありがとうございます。